なんとなく歴史が学べる映像をお送りする戦国チャーハンテレビ。世界を舞台に活躍するアイドルグループを作りたいと思います。グループ名は初秋です。おめでとうございます。世界に目を向けて、この国がより良くなるような影響力のあるアイドルになりたいです。はじめは吉松塾という事務所に所属していたんですけど、その後明倫館という事務所の新人発掘オーディションがあったので、それを受けて合格することができたんです。でその時に柳生新影流っていう剣術を学んでみたり、免許改伝できたりもして、まあなんとなく周りに流されながらアイドル的な活動はしていました。でその頃からもっとこの国のために歌って踊りたいなっていう気持ちが芽生えてきて、ずっと心のどこかにこれでいいのかなっていう思いがあったんです。そんな時に吉松塾時代からの同期だった源ちゃんから SSJ のオーディションがあるよって教えてもらったんです。それでこれを受けなければもう絶対に後悔するなっていう自分の直感に従ったっていう感じですね。一応毛利家に仕える中でも家柄はいい方だったんですけど、他の参加者の方のレベルがすごく高くて、正直自分なんかがこんなとこに来ちゃっていいのかなっていうのが正直な感想でした。失礼します。あ、よろしくお願いします。会えて嬉しいです。どうも。では簡単に自己紹介してください。あ、はい、高杉晋作です。晋さんと最初に会った時、すぐにすごい才能を持っていることが分かりました。ただ才能の出し方が分からないように見えました。だから晋さんには競争相手を作ることが必要だと思ったんです。アイドルにとって歌唱力やダンスの能力より必要な要素は志と嫉妬心だからです。そこで他の参加者たちをめちゃくちゃ褒めることにしました。そうですね、まあ、ちょっと怖そうな人だなと思いました。今だから言えるんですけど、黒船来航の時に密航を企ててたって噂は聞いてたんで、まあ、やるときはやる人なんだろうなと思ってました。あとは全然褒めてくれないのが印象的になってます。一緒に SSJ に入った弦ばっかり褒められてるのを見てたら、正直俺才能ないのかもなって諦めそうになっていた時期もあったんです。まあ家族からもあんな過激なプロデューサーの事務所に入って大丈夫なのかって、まあ心配もしてもらっていたんですけど、結局夜更けにこっそり家を抜け出してオーディションに来ている自分がいました。その時からですね、スイッチが入ったのは、あ、そうですね、まあ競争相手が源ちゃんだったから頑張れたんだと思います。やっぱりリスペクトしちゃってる。ああ、そうなんです、あの双璧って呼び名はちょっとまあアイドルとしては堅苦しいかなとも思ったんですけど、こうみんなに覚えてもらうのも大事なことなのかなと思ったので、すごく嬉しかったです。いや、それはもう不安しかなかったんですけれども、手紙のやり取りでこう審査結果が告げられるなんてちょっと聞いてなかったので、すごく不安でした。まあちょっと何か爪痕を残さなきゃなと思って、男の死に場所とはどこかなんて送っちゃって、
まあ送った後にすぐ、ああ、自分なんかがこんな手紙急に来たら引くわって思ったんですけど、まあそれに気づいたのは送った後だったので。そうなんです。死して普及の見込みあればいつでも死ぬべし、生きて大業の見込みあればいつまでも行くべし、なんてメッセージが返ってきて、まあ、ただのオーディションの参加者の一人にここまで向き合ってくれるんだなと思って、思わず泣いちゃいました。はい、SY モースさんのエンターテインメントに対するまっすぐな志を受け取って、この国の皆さんに新しい歌やダンスの形を見せていけたらなと思っています。まず情報集めて、その上で議論しないと。そうもクッキーザイヤのみんな立ち上がろう。クッキークッキー日米修行通商条約破棄させよう。ハッキーハッキー安静の大国連座されても伝えたいこの想い。自分が散ることで未来が開けるなら、いつでも散った方がいい。まだ誰も無かったのならアイドルを目指したい。お前の言ってることは理想ばっかなんで、めっちゃダメだった。オーディション中に結婚を勧められると思いますよ。急に妹さんが出てきて余計頭が痛いと思う。伝えたいこの想い。この動画が面白かったと思ってくれた方は高評価の方をお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお頼み申し上げ、散ることで未来が開けるなら。